記です。はい、今日もよろしくお願いします。はい、ということで、まあ、前回ですね、方とかをね、やったんですけど、今日はですね、また新しくもう一個アクション女優を今日は呼んでみました。ぜひアクション女優お願いします。アクションっていうくらいが本当に違うんですよ。二刀流でアクション女優と空手の世界チャンピオンという、ね、経歴もすごい方なので、前回は型について熱く語ってもらったんですけど、今回はアクションを、僕はもともと空手のフルコンタクト空手じゃなくて相手を倒すことしか考えてこなかったので、アクションとはアクションは実際には相手を倒さないけど、見てるお客さんをその戦いの中で裏切り感動させられるか、フィクションアクションです。フィクションアクションなんですね。なるほど。ということで、まあね、僕もちょっと高さに20年くらいかかってやっていたので、その技も使いながら今日はアクションの技も教えてもらって、まさかの僕もアクション俳優。おぉ。僕の中でアクションジャッキー・チェンじゃないですか。よく言われてるんですよ。ちょっと待って。アクション俳優さんからジャッキー・チェンはすごいんですよ。難しいことをやるっていうのはすごい上手いなって、はい、やっぱりアクションがやっぱりもちろん演技の表情も大事です。大事ですね。空手とかで、ね、はい、やばいじゃないですか。確かに試合前とかでやるじゃないですか。だけどなんか、はい、みたいな、なんか絶対ないから、この装飾、はい、色をつける、まあ、確かに僕たちは空手の演技で逆に顔を出しちゃうと大体バレちゃうんで、ポーカーフェイスなんですね。もう本当に真顔でも、おー、こういう真顔になっちゃうんで、あれなんですけど、表情豊かにやっぱやらなきゃいけないんですね。そうなんです。ついにあれ、アクションで何年くらいやるんですか。え、だからアクションって何14歳の時にアクション映画デビューして、はい、アクション映画だったんですけど、結局私がこう空手をやって、周りのスタントマンさんがそれに対して爆笑とかでぶっ込んでくれるんですよ。それによってアクション映画になるんですよ。殴り方とか、殴り方とか違うんですか。もちろん、その相手に聞かしちゃいけないんで、そうそう、だからバチコンバチコン、だから私はバチコンやる方がリアルだし好きなんですけど、はいはい、現場で例えばじゃあ土屋太鳳さんを殴ってくださいって言って、うれっって殴ったら多分クビになるじゃないですか。はい、間違いですね。だから、はいはい、痛くないようにこう攻撃しないといけないんです。女優さんとか俳優さん相手にやるってことなんです。あ、そういうのがあるんですね。当てないっていうのはもちろんですけど、当てても痛くないっていう、あ、じゃあもう本当僕がやったの真逆なことをですね。めっちゃ難しいです。ちょっとなんかその当てても痛くないやり方っていうのをちょっと僕にレクチャーしてもらっていいですか。本当に痛くないのか僕顔で判断する。あの痛かったら顔めっちゃ出すし、痛くなかったら本当に真顔で言うんですけど、うん、私はめちゃくちゃ下手なんで、もう全然、まあ、当たっちゃってもしょうがない。例えば蹴りとかだったら、はい、前蹴りすると、はい、ちょっとこうやって、おお、やっぱり痛いです。まあだからここでこのままの勢いで蹴るじゃん。おお、痛くない。痛くないけど、でも派手、はいはいはい、ぶっ飛ぶから。はい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 。なんかそうそう、蹴りとかもなんか、ここがこう100でこうカンってやるんじゃなくて、はい、ここにつけてからこう。じゃあどっちかというと押してるんですよ、ね。押す。絶対振り抜いちゃダメ。
当てる場合は、はいはい、これはなんか嘘ついて当てたふりとかの時は別にどうでもいいんですけど、基本的には、はい、押し込む、押し込むみたいな、あで回し蹴りも、うん、あからグッグッちょっと早くできます今の回し蹴りで、あ、はい、できない回しはできないけど、うん、あ前だったら早くはできるかな、できるかな私だからめちゃくちゃもうね、はいはい、なんだ、分かんない、分かんない、逆にパンチはどんな感じ、パンチはだから、まあ、絶対、まあ、顔面は絶対当てれないんで、下とかだったら当てないことが多いんですけど、引き手でこう、うまく取る、受けるとかになったらこうついてきた時にこうやって受けたりするとこの骨と骨が当たって両方あざになって、はい、女優とかでここあざ作るとめっちゃ怒られるんですよ、だからこれを嘘で手で避けてあげるとか、ここならできないんだ、そうそう、とかこうあえて殴るときにこっちも別に判定されてるわけじゃない、この柔らかいとこでお互い当ててあげるとか、ああ本当に痛くない、ああ全然痛くない、ああ痛くない、痛くない、本当だ、ガチの空手家同士で握手やってくださいって言うと、はい、ほっみたいな感じになっちゃって、もうあざだらけになる、なります、なります、でもトロトロ感だ、ああ本当だ痛くない、目に見えるけど、あすごい、えーここでやり合っても別に痛くないみたいな、こういうちょっと柔らかい断面とか、まあ、押し込んだりとかで、まあ、うまくダメージ与えず演技をしてるというか、こういう感じになるんだ、すげえな、絶対だから私前 YouTube で骨で戦えって言われて、骨同士をぶつけるっていう鍛錬をさせられたんですけど、はいはい、もうそんなんやったらもう死んじゃうんで、めちゃくちゃ痛いんで、柔らかいとこ同士で、あじゃあそういう場所で当てて、まあ、確かに女優とか傷つけたらやっぱこうぶっちゃけやっぱ穴とか付け出したら結構やばいです、だめちゃくちゃだから、それこそ超有名な七尾さんとかがもしね足になんかあざできちゃったらもう大変お仕事に影響しちゃうんで、そのどこのアクション監督さんがめっちゃ怒られちゃったりとかそういうのあるんで、私なんかボコボコになっても誰も知らないですけど、あまあ体ですからね一応ね、あざはもうかっこいい的な感じ、そうそうそう、あざが勲章みたいな、なるほど、逆にじゃあやられる時のアクションもあるんですね、攻撃前にやりましたけど、そうですね、そのなんか受け方とかっていうのはあるんですか、なんか何か笑ったりしない、あまあ、基本顔面とかをやらないんで、実際殴ったらまあ顔こうなるじゃないですか、うん、でもこれ絶対当てないんで、うん、こうみたいな、あこれに合わせてこの顔をリアクションみたいな、あそうなんですね、お腹とかも実際に蹴られた時どういうリアクションするかを分析してるんですよ、スタントマンさんとかって、蹴られた時になんか、はい、あーってみんなやるんですよ、はいはい、絶対1回、はい、最初の時は、はい、あいやでも蹴られた時そういうリアクションなんだよねって、なんかここに一点にこう集中する痛みだから体が絶対縮こまるよねって、こう下がるって多分ありえないです、グッって一回ここでグッってなってから崩れるとかだから、実際に痛かった時どういうリアクションするかを勉強してリアクションに行く、実際にこう蹴られてないけどついてもらって、これで当たってないけどとか、ここでこう当たった風に隠しちゃうとか、それで見えなくしてる、そうってやればもう僕見えるみたいな、なるほど、まあありますよね、まあ、私もまだまだなんですよ、でもちょっと面白いんで、じゃあ僕のあの前蹴りをちょっと実際にやってみてどんな感じになるのか、全力でちょっと演技を今日はしてもらいたいなと急遽思ったんで、いいですか、いいですよ、ジャッキーチェーンの中で僕ジャッキーチェーンすごい好きで、ミさんってじゃあアクションシーンと決闘シーンとして、うん、最初の構えはこんな感じで、いやジャッキーチェーンですよねちょっとブルースリーズ絶対ブルースリーズ、確かに僕が前にバーンと押すんで、まあ、ちょっとゆっくりで、カメラがあっちだから切る方が奥がいいんですよ、こっちです、カメラの奥、これをこっち側切ると当たってないことバレます、だからカメラの絶対奥を蹴ってこっちなんです、だともう絶対にバレないんですよ、はあはあ、蹴られた風に見えるんで、ここで寸止めっていうよりかはカメラの奥で蹴る、ここでバーンってやって、そう、多分いい感じ、なるほど、決闘シーンということで、はい、シアーハーヤッ、どういう映像だ、なるほど、でもやっぱ危機感の速さと僕がね気持ちよく蹴った感じになるなんで、そう、それありますね、やっぱありますよね、はあ、なるほど、やっぱ全然やっぱアクションとリアリティの戦いって違うんだな、まあ、見せ方も気にされてて、その中でやられてるような感じなんですね、なんかなんか今大技なんかありますか、アクションで、ね、大丈夫、派手に見える大技みたいな、こうなってるかもしれないから、
なるほど。そういうことですね。まあ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 。本当に殴られるんじゃないかなと思います、ね。恐怖感になられましたが、まあ俳優じゃん、こういう飛びみたいな感じも。なるべく映画でありません、カメラでこうやって上からこうヒーローを動かして、はい、こう持ち主の低い人に上からこう、はい、パンチみたいな。はい、それもなんかやっぱカメラの位置と、はい、その俳優の位置を計算しながらやらなきゃいけない。これ撮影者の協力とアクションのバトンもありますけど、全てがマッチして初めてこの映画になるようなアクションになります。ちょっとでかいです、ね、いや全然全然学びました。ありがとうございます。はい、という感じでまあね、そんな技も、はい、今日は教わってですね、なんかアクションのことまで聞けるなんて、もうこんなの幸せなことないですよ。はい、という感じで、はい、今日のね撮影は以上で終わりになります。これからまた頑張ります。頑張ってください。はい、という感じで今日の動画は以上で終わりになります。ありがとうございました。